コウクリ古墳群が発見冬ぶき墓冬ことはコウクリに亡命した前園の有力者である。336年にコウクリに逃亡した。爵位は落老九1949年に高海道安楽群で発見された安楽三号墳は複雑な構造の回廊、石室の壁面が彩られた壁画古墳として著名である。 洞窟を受けて遺物はほとんど残っていなかったが、壁面に、永永は十三年冬、ことぶきなど六十八時にわたる、牧書名文が検出され、当身の年号、生前の感触、出身地、冬、ことぶきが六十九歳で死去したことが明記されており、航空寮母をしのぐ、朝鮮半島最大の紛失面積の暗楽三号墳の、被走者は、母子が検出された冬、ことぶきが有力である。 ただし、被壮者は、高栗三河王の説もある。高栗は4世紀に蔓延の攻撃に遭い、王都を奪われ、ピョンヤンに避難したが、高栗の交代とその後の復興は、落老軍、大砲軍の中国移民や当該機関の中国流民の支援と、協力なしにはあり得ず、冬寿のような中国からの亡命交換が両者を媒介する役割を果たしたことが推察され、古国元王は、 前縁に捉らえられた、王母修士と王妃と前つばめに奪われた三河王の意外の返還要求と答申への通行を果たしたが、冬、ことぶきがこれらに大きな役割を果たしたことが推察されている。ありがとうございます。